皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、5月の7日18時26分、本日は有給日ということで、まあ、私は変わらないようにしてまあ、野球業界っていうのはね、今日面白い話、1時45分ぐらいから、まあ、コンピューターから電話で、こう真面目な声でね、こう言われて、そこからこう面白い話広がっていって、こう、まあ、ついついこう撮影して、伝えたくて、まあ、今日撮影して先ほど動画のつなぎ合わせが終わったところなんですけど、まだそれは継続中で、先ほどシャワーを浴びた後、まあ、一応18時前までに、まあ、昼ごはんもその前に食べてと、時間を遅らせると。で、まあ一応念のためには備えてるんですけども、シャワー浴びた後、まあ壁とかを拭いていて、下とか。で、18時回ってから、北斗家を思い出したんです。あたたたの話を。あれもっと、あいたたたの方で、一文字飛ばし。相手が集団暴行してると、集団虐待をしてると。で、まあ、検証は正当防衛を使用したわけです。民法720条の方だと思います。刑法の38条の正当防衛の方は回避行動が入ってないから、そこどこ検証を避けてるはずですから、結構まあその集団暴行に対して、まあ拳を振るうと言いますか、飛行をついてたわけじゃないですか。その子どもの子学校とかで「非行う」と書いて、否定の「非」と「行う」って書いて、飛行を行わないっていう、まあ、ちょっと分からない読み、意味がよく分からないみたいな。行ってはならないことを行ってはならないぐらいにしといた方がいいと思うんですけど、その計画行こうと言い始めまあその行ってはならないことがその不良化だと思うんですけど、指先でつぼを押し始め、主人公の攻撃方法、まさかの相手の人体破裂っていうことになるんですけど、敵をね、人体破裂させるっていう、まあ衝撃的な、まあ内容なんですけど、奥さんの件の話思い出した。岡田監督の子、そんなに戦ってるんだと、守ったるは体温がこっち、こんな面白い、絶対無理だ、コンピューターの真面目な心の声で言ってきます。あ、今スポーツをつなげる、なし、絶対なし。こっちのリアルタイムの時間帯の方で、本当に。こんな話聞かず、試合中。笑い始めたと、もうみんな。ピッチャーはコントロール悪くなって、バッターは力入らなくなって、勢いで出なくなる。ある意味、総裁って。ちょっとね、ちょっと前からね、まだ、ある程度コンピューターがね、まだちょいちょい言ってくるんです。真面目な人で、その時は、ギクって言われました、岡田監督。真面目な、ね、言い方でもね、コンピューターはね、どのタイミングで何を言えば相手が笑うかっていうことをかなり心得てるんで、まあ、また何かあったらお伝えしたいと思います。先ほどの続きなんですけども、まあ、ちょっと思い出したんですけども、言い忘れてたと言った方がいいかもしれません。怒ったら人間言葉間違えるじゃないですか。怒った
だから言い間違えてるふりしてあたたたたって痛いのは相手のはずなの最初の方の話敵のキャラクターがねまあダメージを受けてないかのようにこう聞いてないとかそういうこと言ってちゃうんですかだから痛くない状態そうじゃなかったまあ自衛権を行使したんだと思いますけど決して他の村人の人たちの正当防衛とかひどい挑発行為暴力で帰りま水風船その昔屋台とかでこうお祭りの時とかに子供の頃にこう水風船こうゴムがついていてこうボン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 ってこうまあ跳ねて中に水が入ってる風船が昔あったんですけどまあ今でもどうかあるところあると思うんですけどまあ時間の経過とともにねだんだんゴムの部分が劣化してきてその割れやすくなるとそのあとは指先ついたら割れない破裂するっていうじゃあ敵キャラクター水風船だったんか屋台で叩いたじゃあ誰が綿菓子誰がタコせんべい壁面は弓矢がかぶっていたまさかの死んだのにケンシロウのね、多分すごく怒ってる時だと思うんですけども、多分二重が一重になったりとかしてると思うんですけど、目がこうだんだん目尻がこう下がってくるというか、仏さんみたいな目になるというか、多分そういう見せれない目になってる時のことを用意して、目の部分真っ黒にしてるでしょ。目、目玉が見えないんですよ、まぶたも。黒くしていて。最初の方はそうなんですよ。あれ、どの辺までそうでしたっけ今見せれない目になってきた。あと他に何か思い出したんですけども、もうちょっとね、笑いすぎて忘れました。あ今、ま、うーん岡田監督と広島新井監督ちょうど間ぐらいの声言ったコンピューターね音声そう合成してくるんですよで丹波はその唾とか丹で合ってましたっけ唾タンその辺にペッて吐くの、まあ、プロ野球界でもたまグラウンドに唾吐いてる人いますけどまあタンはどう思いますタン悪魔のまあ、多分そうでしょう。そのあたりにすぐつまったそんな悪いとなかなかその辺歩いていて遭遇しないです自分でつま吐くのがまずないですただコロナウイルスかかった時はすごいこうタンというかつまをこうまあ、お手洗いとかああいうふうなところでこう なんて言ったらいいですかねこうだいぶこうまあまあすごく変色している風邪状態のああいうふうな時とかじゃなかったらそうはなかなかならないと思うんですけども
まあ、また何か思い出したら記録しておきます。まあ先ほどからの続きなんですが、現在時刻21時5分、まあ21時前に帰ってきたんですが、買い物行って、まあ横通り過ぎていく人物で大村幸宏らしき人物だと思って声をかけました。夜だと、明るいところで、2メートル以内まで入らなかったら、あと真正面から顔見なかったら、まずほぼ、顔わかりません。これもう全員そうだと思いますよ。で、あとは岡場駅前で、まあ、全身黒ずくめの女が座っていて、向こうでは大江さんだからだとか、何かわけのわからないことを言ってる女性。まあ、なんか喧嘩売りに来てるやつかな、ぐらいの感覚しかないですね。で、変な女。で、まあ家帰ってきて、電波で聞こえてきた声がかなり大きな声。抜けろー、なんやこのーっていう、この精一杯の声援が何かこう聞こえてきたんですけども、もう、わかんない。画面見てなかったんです。家帰ってきてそれ聞かされ、もう爆笑、本当に。まあいやもうね、その辺にテレビ局関係者が出入りしている家が多すぎて、もう後ろ追いかける気にならないですね。で、追いかけた先に食料がなかったらなかったで、スーパーマーケット閉まるんですよね。だから、あと、まあ、根本的に、視力的にですね、まあ、本当は明るい時じゃなかったら無理ですね。あと、まあ、僕、パソコンを、こう、操作してる時が多くて、まあ、目の視力はね、もともと弱いのに、さらに輪をかけて、まあ、睡眠不足にさせられたりとかね、さらに、目の視力は弱いんで、まあ、まず、ほぼほぼ、わからないのはわからないですね。最初、小倉幸宏と思った人物、最初の方は全然違う顔の人に遠くからでは感じたんですよ。で、しかも髪の毛は黒色というような認識、まあ、黒いニット帽か何かをかぶってたんじゃないですかね。そのニット帽の下は髪の毛を染めている大倉幸宏ではないかと。まあ、呼んでみた後、まあ、こうと、こういうふうにしてたんで、後ろから、後ろから見たら、これはこういうふうな状態で。で、まあ、まあ、どう対応するのかなところで。まあ、後ろを追いかけていくっていう動作が、まずもう僕の方で発生しないんですよ。もうそういうパターン、いろんな人間が結局同じだったから、特に何も対応する気がないんだな、ぐらいにしか、やっぱり感じない。で、それもとで楽観視への解散しませんでしたっていう話になってくるんですが、まあ、これプロ野球業界の人と、じゃあ一番最初の解散、いつだったんでしょうね、それ。2004年から5年の公用病院の件の頃。まあ、もうややこしい話ばっかりですね。まあ、まあ、以上です。まあ、まあ、業界的で、面白い声とか。言ってる人はね、本真面目に言ってるかもしれませんよ。でもそれ、今まで何回も聞いたことあるんですよ。抜けろーって、こう、なんやごろーって。いやー、まあ、よくわからないですね。状況見てみなかったら。まあ、バッターと、ランナーが足速いかどうかもありますし、その、打球がどこへ飛んでいったかの部分もありますし。まあ、そこを補給してももう投げても間に合わないよっていうような状況もありますから、追いついたにしても。ただし、まあ、そこで補給しておくことによって、まあ、ファーストやセカンドにランナーがいたときに、さらにもう一つ
先の類まで進められなくすると、まあ、そういうような意味で、まあ、まあ守備範囲が広いということに越したことはないと、まあ守備範囲が広い方が良いと、あとはまあ肩が強い方が良いと、まあそういうことですね。あとはスローイングしたときにどこに補給しやすい、どの位置にタッチしやすいところにボールを送球してるかっていうところになるんですけども、タッチプレーのところは、まあどれだけ真面目に言ってもね、名所がプレーって遊びだからもうね、多分翻訳 もっと本場行ったら違う言葉ちゃんと喋ってるんでしょうね。その日本人が昔第二次世界大戦の前に日米野球してましたから、だからプロ野球界の方はまだ政治よりもマシだったっていう話になるんですけども、まあ本当はもう第一次世界大戦の頃からもうめちゃくちゃなってましたからね。もっとめちゃくちゃな話言いましょうか。現行の今のモンゴルの人たちの人口ご存知ですか？あの日本の人口も言いました、今の国境内のところ大体4000万人いるかどうか。じゃあモンゴルの今の国の人口300万人という表現どう思います？皆さん本当にいいですか？1億2000万人の話は朝鮮半島、要するに北朝鮮と韓国とあと台湾を、併合していて、さらに満州国も併合していた時の人口が1億人ぐらいで、まあ第二次世界大戦の途中のその戸籍謄本とか上がってきて、それで1億2000万人で、そこから、数が減っている。今度は死亡届の話で、もうあの範囲でその1億2000万人だとすると、まあもう前輪の地図とかで日本の例えば三田市がどれぐらいの人数だとか、神戸市北区はどれぐらいの人数だとか、まあ神戸市全体がまあどれぐらいだとか、もう表記する人口の大体3分の1か4分の1なんですよ。もう世界中どこの国も同じです。で車売りすぎてエネルギーの消費が年々加速している。それはもう売った販売数量で数字が出てくるから、さすがにその数字に嘘はないと思います。もうどうしようもないですね。あのスポーツ留学とかし始めたその国が状況を、まあ、人口からしっかりとした本当の人口を政府はテレビで、ね、放送してなかったところに全ての欠点があったんだと思いますよ。だから神の手ゴールというような形でハンドでゴールしたわけじゃないですか。昔1980年代にアルゼンチンのマラドーナ選手。だから神の手じゃなくてその後ぐらいだったんじゃないですか。ドラゴンクエストでマドハンドっていうマッドハンドっていう意味で。あねー、だから本当はもうどうでもよかったんじゃないですか。審判の人たちとかエネルギーの残存量問題でスポーツなんか流行ったらもう大変なことになるっていうことで、だからそれをテレビ局の人たちがそこでしっかりとした解説としては良かったんですよ。エネルギーの残存量問題でこんなことをしててもエネルギーが減っていくばっかりだから、こんなことで遊んでたらダメよと、普通に働きなさいっていうような話、もしくは自分たちで盛り土を持ってね、レジャーシートを広げてもらって、で入場料を、1000円なりいただいて、適当に座っていただいて、で、まあ、試合をすると。まあ、盛り土でも1万人以上入るような形にできますからね。だから僕らは手話株式会社で灯油缶を共有して、でお客様の玄関前まで運ぶ、もしくは玄関の中だとか倉庫まで運んでって言われたら運んだりしましたから、まあね、僕も西宮北部の方にあった、まあ西宮ラジオだとか、南台だとか、まあ、花の峰だとか月見山だとか、まあ、いろんなところでそうだったんですけども、自分が巡回するその地域の時間帯会で下の方にね、どこまででも運びますって書いた内容 の他の業者さんがいましたから、そことの競争になってきますから、そういうふうな内容を書いてね、まあまあある程度の売り上げ、まあいろいろあるんですけども、
まあ最大で9800リットルちょっと、まあ約1万リットルですね。1日我々10トンほど運んでましたから、そのモニトロンスタジアムを作るのもね、別にそのガソリンなしでね、人力で行っても、そんなに大変じゃないと思いますよ。案外簡単にできましただと思いますよ。だからサッカーでしょ。だからお客様はとりあえず見えるようなぐらいの大きさで得点を表記したらいいから、まあ黒板とチョークでもいいと思いますよ。何対何かぐらい、さすがにそこは間違いないでしょ。それとも小ちゃんマークにしときます、正しいっていう感じ。あれ、あの1,2,3,4,5 ってその書き順で、あのまあ小ちゃんマークで5点なわけじゃないですか。だからあれであの書き方をしたらまず間違えることないんですよ、数字。だからドリンク、フリードリンクとかでもドリンクを何本出したとかで、数字で書き込むと足し算とかのとこ時にややこしくなるから、その注文が入るたびに、ね、だからしっかり仕事してるところは多分昔から小ちゃんマークだと思いますよ、正しいっていう感じ。これですね。だからこれを本数がこう何回も注文が入って、まあ、例えばこうなったら14本って簡単に分かるわけじゃないですか。例えばこれをもっとね数がたくさん増えていったとして、まあまあ本当はまあこういうふうな状況ですね。これ簡単に丸入れたら分かるでしょ、10,20,30,40って。最後に表記してる、この8、これ48。まあこういうものは仕事をシンプル化していかに間違えないようにするのか、まあそこは正しい仕事の仕方であって、かっこいいかっこ悪いなんかもうどうでもいいんですよ。間違えるか間違えないかの方が先ですから。でまあエネルギーの残存量問題に関しては世界中の 99% 以上の人が間違えましたと。まあそういうことですね。でまあ前から言いますけども、僕だけではもう資金的にどうしようもないですから、でもまあ僕が天皇陛下だったら、僕は総理だったら、僕は大臣だったら、僕は都道府県知事だったり大きな市の市長さんだったとしたら、年収がまあ2000万以上あると。じゃあ弁理士さん3人と、弁護士さんの費用を私が出しますから、その特許は通って、その特許から発生するお金でいいからお金返してくださいねっていう契約書交わします。その早いですから進み具合が。じゃあもともと天皇陛下とかがチョコレートとかを出したら済む話であって、それは総理が行ってもいいわけですし、総理を決めるのは天皇陛下ですから、最高裁判所の王様、法律でね、そうなってます。で、各都道府県知事とかが各河川に関して河川法によって許可を、設置するものに関して許可を出すわけですから、別にだから知事が行ってもいいし、市長が行ってもいいし、これだけ市長とね知事がたくさんこの世の中にいてですよ、各都道府県に全員が1万円ずつ出したらよかっただけだったんじゃないですか。僕1万円能登半島の人に寄付しましたよ。証拠あるだけで言うとね、東日本大震災の時にも1万円寄付してますけども、なんでそんなに簡単なことはみんなできないのかなって、社会的地位が高くなると。っていやまあ普通に考えてどうすれば早いかのところで、だから仕事場の末端の人間でどうすればその効率よく仕事が早くできるかばっかりをさせられていた人間と、そうじゃない人たちでやっぱりもう全然スピードが違うんだと思いますよ、早くできるかできないかの考え方。これは文句じゃなくて、だからまあ大きな会社の社長さんとかもそうですし、それこそ年収1億円以上ある人は一体何してるんですと。何のためにあなたはそんなにお金稼いでるんですって。それだけのお金あったらこのプランにさっとお金出せばいいじゃないって。だって、どうせ経団連の人でしょっていう話になるじゃないですか。年収1億円以上の人。まあ、
この話、プロ野球業界の各球団から上の方に上げて、この僕の動画見てもらって、最後の方でもいいですから、最後の方の5分間のところ、まあ3分間でもいいですよ。まあそれに誰か現れるんだったらね、いいですけども、それでも現れないんだったら、お金持ちの人を作る意味ないですよ。そんなに法改正したらいい。年収の上限。この方が早い。もう所得税どうのこうのとか、税率どうのこうのとか、僕もいろいろ、その計算に強い人とかを作ろうとして、政府はいろんな表とかを作ったんだと思いますけども、上限額決めたらよかったんですよ、年収の。シンプルイズアベスト。時間軸超えて、世界中のね、政府首脳同士でこう、首脳会談してるときに、シンプルイズアベストって言った瞬間、お互いに笑顔で握手して、こう。もうみんなややこしいの嫌だから、本当に。こんなにたくさん法律あってね、相手の国にも法律があってね、そんなややこしい話とかいろいろ言われ始めたら、もう会議なんか進むわけないじゃないですか、本当に。それぐらい皆さんね、もう分かるわけじゃないですか。まあ、今日、石川県の地図買ってきました。約3000円。税込み2970円。まあ、これちょっと、能登半島まで行こうかなと。先ほどね、飛行機、伊丹空港がまだあったと思うんですけど、もしかしたらそれがもう関空になってるのかどうかよくわからないんですけども、小松っていうところまでの料金、5万円って見てびっくりして、ああ、もうこれも電車やわと思って。あ、まあ、大阪からサンダーバードに乗れたらいいんですけどね、うまく。雷鳥と書いてサンダーバード。羽鳥慎一さん。サンダ市に住んでもらったね。それがサンダーバード。別に羽鳥慎一さんに、ね、悪気があって言うわけじゃなくて、そのテレビで結局フェイクニュースたくさん放送してるでしょ。宝塚三大病院に入院させられるの間違えてたんちゃうか。本当は絶対にそう。本当に法律の世界もややこしい法律いっぱい作りすぎですよ。だから土日祝日法にしてサブロック協定どうのこうのとかあんなものいらないし、もともとの書類一式労働基準局から出しといたらいいんですよ。その通りにしなさいって、歩合できたかやめて。それで本当に経営手腕があるかどうか分かるんですから。結局自分が現場に行って働いたら、だいぶ効率良かったわっていう話になりますよ。自分が無駄なことしましたっていうことで。以上です。まあ本日今の時刻、まあこれでもうそろそろ晩ご飯食べてもいいんじゃないかなと。無難な時間帯、もう延長戦してたところが悪いです。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあいろいろ今日も笑ってたんで、まあ有給休暇ということにしました。まあ有給休暇にした方が良かったのか良くなかったのか、ホームページに記載してるあの内容の数とね、通報してたところへのアクセス、ホームページは YKSK の利益の一番と、アップロードしてる内容とか、この石川県のね、このなけなしのお金で3000円出して買ってきた、この被災地自分で見に行こうとする。全部テレビ局が悪い。あんなにフェイクニュースたくさん放送して。NHK 料金がなぜあんなに高いのか、僕には全然理解ができない。本当の人口も分かったんだから。だって人口が減っていくごとに NHK 料金減らしなさいよっていう話だったんですよ。じゃあ年間で、まあ、この間の引き落としが1万1000円ちょっとだったんですよ。これも5000円ぐらいになるでしょ。もしくは1年間の年間で。もしくはもっとしたら。だったら1億2000万人の設定で、ああいうふうな表記をしたんでしょ。まあ、本当の人口の方で行きましょうよ。年間の NHK 料金。で、2社2社合併で、だから、1チャンネルだけでよかったんじゃないですか、NHK。だと思いますよ。あんなにたくさんチャンネルあっても見終わないから。あと民間のテレビ局、2社2社合併、夜中と明け方の番組をなくすと。まあまあ、やっとね、前もそうだと思うんですよ。
葬送のフリーレンっていう番組、僕が漫画借りに行ってとりあえず1巻から10巻ぐらいまで見て、面白くなかったらあもうこれダメだなって思って、葬送のフリーレンはもう早々にご退場くださいで、それ前も終わらせたような気がするんですよ。もう元ネタないから、もう夜中と明け方の番組バッサリなくして、2、3日合併で、あともう有料のもう Amazon プライムとかあるからもういいんじゃないですか、本当に。うん、本当にもう売り上げ気にしすぎて、全員、うん、するべきことを全員間違えてます。以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、あとまあ身の回りの方に、淡井さんの動画見てもらった見た方がいいよということをお伝えしていただけると、まあ多くの人が行動あんまり間違えなくなると思います。もう正直手遅れの段階だと思いますけどね。以上です。エネルギーの残存量問題ですよ。